ハイチーズのチキチキ10分クッキング。やったー。おはようございます。起きてない。みんな起きてない。だってね、ビーパソですね。毎週じゃねえや。危ない危ない。ビーパソですよ。ぶっ殺す気だった。危ない危ない。過労死しちゃうよ。毎月27日に発刊している音楽雑誌でございまして、そこで、連載曲としてハイチーズチキチキ10分クッキングという10分間で曲作りをする曲をやっております。はい、 2年目なんつって 2年目で合ってるのか。2年目だね、2年目になるということですね。2年もやらさせていただいて。そうですよ、今年も一生懸命曲作りしてます私は豊作のね、どうかな。今回はですね、ハイチーズのインスタグラムで質問箱を開設しまして、そこでお題を募集します。あ、そうだったの。そうなんですよ、知らんかった。その、お題がいくつか、皆さんからいただいたものが入ってますので、視聴者の皆さんからいただいたお題で、10分間でやるという。なんで早くこれやんなかったの確かに。これも聞いて10分でいきましょう。で、今回は〇〇の歌っていうテーマで入ってますんで、本当に1枚だけです。だからジャンルも何も決めてないし、本当にそのお題に合ったもので曲作りするということですね。はい、じゃあ風太くんいきましょう。はい。読書の秋なのに読みたい本が見つからない歌読みたい本が見つからない。結構本読むんだ。読まない言い切ったー。すっごいでっかい声だったな。プータとチエちゃん本読むよな。まあ、ぼちぼち信じられてない私、本読むの。チエちゃんが本読むわけないって思う。本読む量と語彙力が全然伴ってないもんな。伴ってないのよ。でも読むのよ。でもすごい読んでるよな。好きなのよ、小説とかは。最近何読んだ。最近は、いや、あの読み始めたばっかなんだけど、なんて読むのかな、あの3なんて読むのかな。もう怖いよ俺。タイトルの読み方が分かんないんだけど。どういうこと。あの三人ふみって書いて、なんか中国の小説。三文かな。なんか中国の小説でめっちゃ流行ってるやつを読み始めてて、 SF。ふみとは何だ。最近なんだろうな。なんとかに唇。あ、なんだっけ、聞いたことある。ストックで。なんか流行ってるやつだよね。そう。なんだっけ。なんとかに唇を。唇系。カテゴリーないのよ。花束をだ。花束、なんとかに花束を。あれじゃんのに花束を。違う。なんだっけ。愛を込め。愛を込め。歌になっちゃうから。やりましょうか。思い出せもうやりましょう。じゃあ、読書の秋なのに読みたい本が見つからない歌。チキチキ10分クッキング用意。スタート。はい。はい。あ、なんかボンゴが鳴ってる。そうなってくるとアコギ弾きたくなる。ああ、確かに。ちょっとアコギ弾く。うん。え、断ることある。ちょっと立つのがめんどくさかった。おー、なんでだよ。アコギ弾こう俺じゃん。あ、本当。おう、いいな。え、いいじゃん。弾きなよアコギ。なんで弾かない。え、動けないんだよ今。動けるって。じゃあちぇちゃん行動決めてよ。なんだろう、このボンゴに合わせて。どっちがいいこれと。Thank you.
なんでそんな総理大臣みたいなこと言うの。非常に秋っぽい。素晴らしい。安倍首相って何食べてもジューシーしか言わないんで。そうなの。そうだ。それ一本で感想言ってんの。ついにソーセージ食べてジューシーって言ったから。そうだな、ジューシー食べんだからな。カステラ食べてほしいね。そうじゃない。せんべいとか言うかもね、ジューシー。ジューシーだったね。